昨日その私が市川ジャズクラブの時に知り合ったなんとなくサックスの、まあ、当時大学生の梅田さんって言ったの思い出を話したけれども、うん、全く関係ないんだけど小学校のこれ九州ですけどの同級生に梅田君っていう人がいて、なんかあのもちろん関係ないんだけどなんとなく面影が似ていたという、ね、その私はまあ大分県の別府市と大分市の小学校だったけれども、の彼はね福岡から転校してきた人で、まああの当時って80年代80年代前半とか半ばの僕らの感覚ではですね、福岡っていうのはまあ福岡県福岡市っていうのはなんか大分に比べてはるかに都会で、まあ、都会からやってきたというそういった感じでしたね。そういった梅田君、そしてあの当時の教室に、まあ、あの藤田君というね、まあ、いかにも悪そうなというか悪くないんだけど、まあ、あの体格は大柄じゃなくて、まあ、あの小柄だけど精悍な感じで日焼けしてなんかあの猿みたいでなんか悪そうなガキ大将みたいなのがいて、まあ、よくちょっかい出してっていうか、まあ、いじめていたなという思いで、そしてそれからまああのー、少し話が飛びますけれども、95年6年くらいの赤の思い出、その通りその八浦君っていう、これは大学生じゃなくてなんか振りたまなかったと思うけれども、何を覚えてるかっていうと、まああの彼はほとんどまあコンビニ弁当ばかり食べてて、僕の体は何パーセントくらい、もう何十パーセントくらいコンビニ弁当できてるみたいな、そういう思いで、そしてまああのまあその頃まあ東大の学生さんで社会学かなんかやってた人があの来たんだけど、で、あの、まあ、興味持ってきましたみたいに言って、そして、まあ、あの、新見さんに会って、少し話をしたら、いきなり、まあ、その、バディっていう、まあ、今もあるけど、まあ、芸雑誌を渡されて、それで返された、ということで、そうすると、その彼はね、あの、まあ、少し経ってから、まあ、あの、それはあんたみたいなのは、まあ、あの二丁目で遊んでなさいっていう意味だと思ったという、でもまあそれもその後入ってきたと思うけど、なぜかそういうことを思い出しました。それに限らずいろいろとあった、まあそういうまあマイノリティ関係のまあ市民的な権利ということを除けば、まあ、まあ右寄りの考え方を持った人もいたし、まあもちろんノンポリもいたし、いろんな感じでした。だからどうしたってことはないんだけどね、そういう人たちもいたという、まあそういう意味でまあノーマーの人間模様ってのは面白いものですよね。それは、あかねにしてもそうですよ。まあ、例えば、あの、ツイッターであかねのアカウントを見ると、それをフォローしているのか、あるいはそのフォローされているのか、知らないけれども、なんとか大学アナキズム研究家みたいなのがずらっと並んでてですね、そうすると、まあ、そういう特定の色が合うのかなと思いきや、まあ、あの、
まあ、スタッフも客もまあそう全然関係ないともね、いっぱい、例えばその創価学会の信者でまあ障害者の人とか、あとはまあ元自衛官の人とか、いろいろと、シマちゃんとかバラードとか、いろんな人たちが、まあそうするとそれは面白いんじゃないかっていうか、面白くないかもしれないけど、まああの世の中にいろんな人がいるみたいなことは当たり前のことですけれども、そういったまあものの祝日に接することができるから面白いんじゃないかということですね。まあ、さっき言ったいろんな人たち、小学校、中学校、高校、市川ジャズクラブとか、アカンとか、アカネみたいな。まあ、どちらの側でもっていうか、例えばその社民党とか、まあ、へさよ寄りの、まあ、あのセクシュアルマイノリティ活動家の人とかからはごく最近でもですね、そういう赤というのはまあ政治的な色があったでしょうみたいな、統合性があったでしょうみたいな言われたことがあって、それでも、まあ、腹を立てたことがあったけれども、とかあの逆にまああの、ね、最近の出来事のように、まあ、茜というのはまあ特定の政治的グループではないかって思う人もいるみたいな。だけど、まあ、ペペさんとか神永さんとかって普通の人だしね、うん、接してれば分かるような気がするけど、接してないかもしれない、どうしようね。なんかならないと思ったらですね、電源入れるの忘れてるってよくあることですね。君は軽々
なるときっと持ち上げて笑顔を見せるだろう。愛した男たちを輝きに変えて、いつの日にか僕のことを思い出すがいい。ただ心の片隅にでも小さくメモし。まあ、インターネットとかない時代だってもね、まあ今みたいなこと、まあ、いろんなことってのあったわけで、例えば、まあ、その後、まあ、セクシャリティの社会学者になったけど、風間さんっていう、ね、中央大学出身、中央大学の人がいて、赤の活動家で。だから当時ね、なりすましっていうか、なりすましじゃないけど、その風間さんの名前を語って、彼と関係ないいろんなことをやるっていう人がいて、当時インターネットなかったけど、それでかなり迷惑があったみたいだけど、それでなんか表紙に犯人が分かったんだけど、それやっぱり同じゲイで、しかもなんかのね、見込み出してかな、なんか言ってた人だったし、それがなんかよく分かんない動機ですの、風間さんに対して、まあ、複雑な屈折した感情というか、怨恨を抱いてそういうことをやったということが分かったということだったけれども、まあ、だけど、まあ、合理的には何のことか全く分からないということだけれども、まあ、そういうことっていうのは、どんな領域でも世の中よくあるとは思うんだけれども、まあ、ネットなんかないことですけどね、だけど、まあ、人間っていうのは、まあ、我々そういうものだっていうか、そういうわけのわからない領域でそういった感情とか恨みを抱いて、しかもまあ成りすましとかまあ語りみたいなことをやる場合があるんだということはまあ20年前から分かってます。というかまあそれは当たり前のあれですけどもね。まあだからなんだってことはないんだけども、俺も今日も早速やられたっていうか、2チャンネルで、まあ、神経性って今、双葉に住んでると、双葉向こう台、三崎、滝不動、高根高段、高根木戸、北縄市のなんだけどね、なんかその北縄市の住民だと名乗る人から、その俺が北縄市 の焼き鳥屋に来て、なんかね、その焼き鳥屋をものすごく、いやしくというか、ガスガス、しかもブツブツ、焼き鳥に向かって、一人ごと言いなくってて、迷惑だから、におっと来ないでくれみたいなさ、書き込みがあったわけだけど。まず北長城に行かない、焼き鳥屋に行かないから、まあ、語りだと思うんだけど、まあ、わざとやった、でっち上げ、捏造、自作自演であるか、あるいは勘違い、似た人を見たかのどちらかだと思うけど、まあ、どっちもいいんだけれども、まあ、そういうことっていうのは世の中にたくさんある、まあ、そういうような、まあ、笑い話に近いものから、実際にその私の名前を語って、いろんな店とかに出没して迷惑をかける。まあ、あるいはその掲示板に書き込むみたいなこともやられてるからさ、名前を教えたけど、どっかの店にその摂津と名乗る人が現れて、まあ労災の話ばっかり自慢げに長々と話して迷惑がられていて、グッドウィーさんと呼ばれていたとかいう話があって、で店の掲示板に検索してみたら、実際そういう書き込みがあったんだけど、その迷惑するみたいな。だけど俺はそういう店に行ったことはなかったということは、誰かが肩入れやったということですね。しかもネットの外で。そしてまあ、本気にするやつもいるかもしれないみたいなね。まあ、ちょっとそういうあれすれば分かるはずなんだけれども、そういった労力を取らないということで。ね、語り。Bye.
てる少女。愛は果てる夢、過去も未来も幸せを誰にも邪魔されず会える。ちょっとほら登場してよ、ほらボーカルでなんか歌ってほら、うん、ちょっと歌ってほら、サマータイム行くよ。はい、歌ってほら、おい、歌わない、歌ってサマータイム、The sky is high. Oh, you are very sweet. And you are my girl. Oh, hush, my baby.Rise up, 起きて。Rise up, singing. Then you spread your wings. わかんない。
花を持ちてたら一人暮らしに帰る。今は寂しい君が心割れは歌う恋の嘆き。
ゲイになるよ。はい。
リクエストしてみて。まあ少し7時過ぎたらお茶飲んで俺行ってくるからね。まあご飯して決めてるから。まあまあ行くよ。持ってる、ハンコ持ってきたから。あ、あの後で押して住友送っとくからね。何言ってきたの。そうじゃない、だからこれいつものほら、あの請求書とあとは投函禁止物件をして送らないといけない。今日レッスンだったら ね何時からだっけ。3時半。三時のあなたという昭和テイスト。レシピが美味しいって裏に言ってくれたから、また自分に。そっか。ステーキも美味しいんですけれども。
3, 4.